どうも、メイフェザーのリタです。よし、田村です。カシです。本日は引っ越し後初の収入公開、イエーイ。今回入ったやつですよね。うん、あ、そうです。はい、だからまあ正確には11月の末にいただいてて、でそれで今も生活をし始めてるんですけど、そうだね、まあこれ引っ越し後で出費が多い行事じゃないですか、引っ越しって。うん、そうですね。でその辺結構シビアなんで、どういうプランでこの先やっていくのかっていうのをまあ行っていく、この大人気企画なんですけど。よっしゃ、ありがとうございます。いや、やばいよ。やばいです。こっからちょっとまあ退去費の動画見てない人はネタバレになるんですけど、はい、一旦ね、ここでそっちを見てもらって戻ってきてね。はい、ブラウズバック。はい、やばすぎたじゃないですか。やばい。42万円だったんですけど、はい、分割で払っていくんですけど、はい、メイクフェーズ経費で、そうです。その辺をどう払っていくのかとかも多分気になるんですよね。そうだね、順位決まってますから。そうなんだよ。和幸なんてさ、1万ずつ払ってれば4ヶ月で終わるってこと。4ヶ月で終わりますね。春先には終わってる。終わりよりもいいからなんで。なんで今日はいつも通りしっかりね、視聴者さんに感謝をしつつ、はい、まあ、もらったお給料を発表していく企画を取っていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。ダイブということで、食べずに今回 もうパッとまず入ったお給料を発表していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、今月分メインフェイスに入ったお給料は75万円です。うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。多いっすよこれ。素晴らしいです。多いです。多め、はい、はい、10月なんでギリ前半コロナかかってます。そうですね。ああ、そうですね。はいはい、そう、それなのに多いのは、あの、結構サブチャンネル限界シェアハウスの方を結構再生してくれて、はい、そうですね。こちらの収益も結構よくて、はい、まあありがたくて75万いただいたっていう感じですね。はい、でいつも通り10万円を今回経費に入れましていったんで、実際に僕たちに分配されるのは65万円となっております。ありがとうございます。よく言えばこのバイオフシーですけれども、はい、ありがたいですよ。はい、ありがたいしね。はい、倍やったら結構嬉しいですね。いや、そうですね、その3倍やったらもっと嬉しいですね。はい、そうですね、3倍やったらもっと嬉しいですね。あ、そうですね。頑張り、頑張り。42倍あったらめっちゃ嬉しいっすね。めっちゃどころじゃないね。ちょっともう大暴れするね。毎日ナメパするよな。忙しい。ナメパで忙しいっす。じゃあ、ここから、まあ、メインフェイスそれぞれの、まあ、完全に歩合制でやっているんですけれども、はい、こちら分配して、それぞれどう使っていくのか、うん、というところに、お金取っとくのかっていう発表をね、いつも通りしていきたいと思います。はーい。じゃあ、まず、私、リタ。はい。16万円です。16万円。16万円。16万円。ありがとうございます。いただきます。どうも。どういたしまして。イワさんも16万円です。やったー。はい、北川さん、はい、16万円です。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。で、カズシさん、はい、17万円です。いやー、わーわー。はい、カズシさん、今回トップということで、はい、あれ、サブチャンネル大臣ね、結構頑張って、そのさっき言ったね、お給料が良かったんで、はい、サブチャンネルの。いやー、17歳に戻った気持ちでやっていきたい。もっと低いよ、君は。君に関しては13くらい。じゃあこれですよ。これで各々発表していくと。いやー、正直言うときついっすよ。引っ越しますよ。難しいね。やっぱりね。で、これもいろいろ変わってくるんですよ。やっぱり家賃とかも、光熱費とかも家が違うんでね。そうです。で、前は僕と岩が3万5千円で、カズシ北村が3万円っていう固定費でやってたんですけど、はい、まあ、今回変わったんで家賃がちょっと増えたんで、うん、で、部屋もなんか分割になったんで、全員一律3万5千円で、はい、今回やりたいと思います。はい、まあそんなぐらいな気がしますね。だって嬉しいっすね。嬉しいぐらいな。上がったけどみたいなとこなんですよね。そうなんですよ。そう、前って僕たち車あるんで駐車場を借りててっていうのがあったんですけど、今回一戸建てなんで駐車場があってね、無料だから、結局その辺のなんとなくですね。そうそうそう。じゃあまず私、リタマル小僧さんからこの引っ越してからの使い方バコバコ行ってきたいと思います。よし、行け。ありがとうございます。というわけで、じゃあまず私、固定費、3万5000円いかしていただきます。はい、いってらっしゃい。で、食費、はい、こちら今回2万円でいかしてください。あら、たまに。はい、こっから巻き返しておきたいんですが、はい、あの、引っ越してすぐの時にちょっと毎日毎日忙しすぎて結構サボったんですよね、外食とか。行ったね。コンビニとかで、うん、はいはい、なんで多分割高になっちゃうなって今回は甘えました、うん、そこは。そうだ、ね、なるほど。で、携帯代5000円、はい、はい、パソコン2万円そう、はい、まあ、税金やら保険やらその辺もろもろ3万円ほう。ああ、なるほど。おタバコ代こちら1万円です。おお。え、リキッド屋さんから使い切りベビーっていう、はい、こういうのめっちゃ大量にいただいたんですよ、うん、それが優秀で、もううち黙々っすよね今。もうそうね、煙たい煙たい。そう、エネルいいんじゃないかなぐらいだね。エネルエネル
黙々家出る関係あります？関係ない。まあここ大事なところなんですけど、はい、退去費、はい、ああ僕ビッケツこいて、そうですね、17です。17万円の支払いになって、はい、結構多めに払ってかないと、はい、やばいですよ。確かに。なんでちょっと少ないかもしれないですけど3万円もう、いや多いんじゃない？3万円いきますか。いやでもそんくらいいかないともう追いつかんの。まあ確かに。3万円、3万の5万払っても半年かかるって。そうですね。まあ戻ってもうちょいな、40万とか俺をポンって出しちゃうから。これだけ40万って半端ない。確かにめっちゃ分かってる。え、分かってるの？管理会社の人。さあ残り1万ですよ。一旦支払い系はここで終了です。なるほど。でまあ結構多く払った理由っていうのが、はい、僕ちょっと資産運用を始めまして。はい、資産運用ですね。資産運用ですね。はいはい、うさんくさいな。やんなくなったポケカとかを売って、はい、結構お金が入ったんで、あー、過去にね、もうつい最近だよね。そうそう、そこにね、最近いっぱい買って家具とかを当てたんで、うん、もうプラマイゼロしてるんで、うん、大丈夫っていう。なるほど。ボーナス入ったみたいなぐらい来ちゃって。2桁いってますね。そう、まあ、一応プラスです。はい、おー、はい、ありがとうございます。皆さんのビッグランとか。次、じゃあ岩手、はい、イワックス。じゃあ次岩手を行かせていただきます。はい、岩はどうだろう。なんか先月カツカツでしたけど挽回したいっすね。マジやばいっすね。先月すごかったね。やったもんね。最近もバカ投げてるんですよ岩。西成行った方がいいんじゃないかな。マジで現金ないよね。マジでない。いきますよ。はい、はい、じゃあまずは固定費が3万5000円。はい、はい、自己バックでお願いします。はい、もし大丈夫ですか？携帯代が、8000円。次パソコン代が14000円。奨、はいはい、学金が、はい、どうでした？奨学金で笑うよ。いつも試合試合で見ちゃった。待ち構えちゃった。1万3000円です。あ、どっか大学から帰ったってこと？まあ一応学生でやってた時に。あ、そうそう、大学だっけ。大学だと結構するんじゃない？まあそうだね、専門だけど。そんなんや。ちょっとやるって。やるの。来た、こっち側。おい、もう一人はやんないぞ。どういうことなの、専門なんだよ。どういうことなの。専門の話なんだよ。ドリルス食費がですね、1万円で。ああ、そうだね、だいぶ節約しますね。すでに使ってしまってるお金があるので、うん、まあ、そこでまあ多分5000円くらい使ってんじゃないかなと思ってて、うん、残りの日数、うん、今月は5000円で過ごそうと思います。うわお、これマジで俺はいけると思う、うん、いける、米あるから。そう、次クレジット。はい、これが4万円です。ここまではいいんですよ、クレジットカード。うん、来月がやべ。そうなんです、ちょっとマジで先月金なさすぎて、うん、クレジットカード生活したの。逃げない。いやもうほんとずっとだったよね。ちょっと難しくなってきたね。調子こきすぎたし、ちょっと調子こいたっていうか、まあしゃあないんだけど金がないから。そう、じゃあ次、はい、退去費。お、あー、それ気になりますよね。今は12万7千円ぐらいですね。あー、なるほど。なんでこれは一つ1万円で。めっちゃ分割するやん。とりあえずね、まあしゃあない、これとりあえず、とりあえず、まあ、しゃあないな。そう、今月はちょっと来月に残さないといけないっていうのがあって、うん、ちょっと1万円で行かせていただきたい。どうします？だからまあ余裕がある時に多く払う。そうですね。まあということで残ったお金が3万円です。はい、いいじゃない。はい、もうソープ2回いけると。じゃあ行かない、行かない、行かないの。うん、そんなの抑えられるんだから。どうやって抑えてんの？そう、でしょ。それ以外ないのよ。確かに。はい、はい、まあ以上でございます。はい、お疲れ様。じゃあインテリヤクザさん。はい、私インテリヤクザの給料発表していきます。はい、これどっちなんだよ。まだ飲んでんかい。マジ頑張った証っすね。そうだね、今月。なるほどね。まずは固定費から。はい、3万5000円です。はい、3万5000円。携帯代、お、こちら1万5000円です。あー、だって変えたからか。こちら無理してプロマックスにして、エアポッツもだ。エアポッツも分割がなってるんで。なるほど。まあ、プラスあと無制限のプラン続行してるんで、はい、携帯に関しては趣味のあれだよな。こんくらいつぎ込みたい俺は。なるほどね。で続いてパソコン代、どう？こちら1万1000円ですね。はい、おー、はい、もうちょっと支払いを終わるんじゃない？そんな気する？怖い。こちらシャンパンまみれになったパソコンなんですけども、これを持って完済しました。おー、おー、おー、
やっとやっとだ。ありがとうございました。最高で、こっからは、うん、あの先輩に借りた動画見てもらったと思うんですけど、うん、そのお金の返済が始まると。そうです。最近ね、あのその先輩とまた会う機会があったんですけど、うんうん、え北村まだって言われたもんね。いやー、よっしゃねー。冗談ですけどね。うん、いや、その優しさの冗談で。そうですね。頑張ります。はい、頑張ってください。はい、続いて奨学金1万1000円です。あタバコ代お1万3000円です。いける。こちらね、僕がいつも吸ってるやつより170円安いタバコ。うわ、でもこれで頑張るぞってことで、それもカートン買ってるんで、うん、消えちゃうと思います。ベイプもありますし。ベイプもあるし。そうね、2カートンぐらい。続いて、はい、もうマジきちいよこれ。なんでなんだそれは。いや、もうはめていいよ。数えちゃうから。数えちゃうから。間違いね。次食費。お、僕も2万円です。うん、まあ、そう、最初がでかかったよ。うん、じゃあ例のコーナー入ります。お、体育費のコーナーです。なるほど。来ました。だから8万円ぐらい。8万円ですね。8万ちょいくらいなんで、まあ、僕は、5万円マジうっさー。さすぎ、さすぎ、うっさー。今2万円返して2万円だから4ヶ月コースっすね。おー、早いんじゃない。あー、そうか、8万円か。で、次のコーナー、借金返済のベル鳴らしたいと思います。マジで。リタ君に残り4万円あるんですよ、うん、はい、そういえばね、僕の目標が今年中にリタ君に全部返すっていう。もういけないでしょ。もう、あー、もう過ぎじゃん。3万5千円しかないんで。無理じゃん。ちょっと目標達成ならずでした。そうだ、言ってたわ。なので、ちょっと申し訳ないんですけど、はい、ちょっと一旦1万円で。はい、大丈夫です。ちょっとなんでこいつを守りたいかっていうと、うん、まあ、来月の住民税ですね、それちょっと取っときたいなっていうことで。それ大事だ。これで頑張らさせていただきたいと思います。よっしゃー。ということで、僕の残金は2万5000円でした。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様。ありがとうございました。じゃあ最後、カズさん。じゃあフィスカー行きたいと思います。固定費3万5千円。はい、はい、じゃあ5万円なんで1万5千円バーク。1パの人やな。マジでやめた。次に食費2万円です、僕も。はい、あ、いや、マジで引っ越し時期にもうほんと外食しかしてないので、ほぼ、うん、で最近3食ぐらい食べちゃうんですよ。じゃあ食うな。1日6玉分。いや、最近の食欲やばくて抑えられないんですよ。だから愛する人ができれば、もしかしたらビジュアル気にしたりして、もっと好きな人にはしてるね。気持ち悪い。で、次タバコ、これ1万1000円、クレジット代でございます。はい、5万円です。わかるね。なんかさ、年内にはなんかもう減るみたいな。数万になってる。3万ぐらいか。使ったんじゃない。使ったんだけど、オタクグッズ買ってるやん。なんか V のね、そのオタクグッズを何周年だ何周年だとかいつも言ってさ、そう、結構忙しそうにしてたやん。そうか、それか。マジか。分かってんだろ。1周年記念ですね。坂本くるりさんの1周年記念グッズが結構したんで。結構してたよね。うん、はい、私値段伝えましたもんね。はい、あの真っ先に伝えられました。あ、そうですよね。それはもうあの保護者と一緒なので。あ、それは伝えない。許可ないと。全然 AV 買ってないです。買ってないです。マジで買ってないです。あー、よかった。飽きてるやつでもちゃんと見てね。はい、じゃあ、まあ、お家から先に行きましょう。はい、僕は4万円ですね。はい、退去費、はい、2万円でしょう。おお、2回で終わらすと。終わらしちゃう。残ってるんで、まあ、あるうちに。なるほど、なるほど。じゃあ、お友達借金コーナー、チリンチリン。じゃあ、今くんに2万円。2万円ね。2万円ですか。します。でかいな。でかいな。いいでしょう。よし、いっちゃうかな。あれ？あれ？お前、いつも借金俺のこと舐めてるんだ。じゃあ、ルーチ君に1万円。あ、いいですか。もう、はい、でかいね。俺はちょいだね。もうちょいかな。うん、まあ、4000円は保険です。4000円。保険額少ない。一番稼いだよね、今月。一応。そうなんやな。もう借金に追われてるから。俺。一番稼がないといけない人なんだよね。以上ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。てな感じで、まあ、いろいろ借金返済とかもしつつも、今回も全員プラスになってるんで、はい、いや本当に素晴らしいです。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。12月であのめっちゃ更新も増やしてね、そのメインとサブ増やしたり新しい挑戦したりとか、うん、ガンガン攻めていく予定なので、いつもしてくれてありがたいんですけど、今まで以上にあの応援のコメントだったり高評価、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。お願いします。残り少ない今年頑張っていきましょう。じゃあ
はい、というわけでこの動画が少しでもいいなと思ったら高評価、コメント、ツイッターとインスタのフォロー、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。マジで電話ジャンボってマジ字を買ってます。やめてやめてやめて。